はい、こんにちは、松岡です。今日はですね、プラロード大撤去っていうのを買ってきたんで、ちょっと紹介したいなと思います。こちらのプラレールのセットはね、昔まだね、株式会社タカラトミーじゃなくてトミーの時代だね、トミーの時代の時の商品でございます。ちょっと箱がボロボロしてますが、ほぼ新品。まあ、箱がボロボロだから新品とは言わないのか。で、これ2006年だったか、2006年の11月頃に発売されてたセットなんですけども、見ての通り、ここのね、なんか瀬戸大橋っぽいものがね、ついた、今では廃盤のね、セットなんで、まあ、ちょっと開封してみたいと思います。はい、こちらがね、中身になります。前回さ、とか前回っていうか、プラロード大撤去はこうやってマリンライナーとかバスとかがね、ついてたんだけども、そういうのじゃなくて、もう完全にレールと道路と橋脚のみのセットになってるんで、こっちの方が安いんだよね。でも安いっつっても、確かね、確かとか税込みじゃない、税抜きで4900円だったから、まあわりかしでかいし高いし車両ないしっていうセットだったんでね、ちょっと見ていきましょうか。まずはね、こういうの、これもう、これは分かる、プラロードの道路、これ道路です、道路、直線と直線の道路で、次、はい、坂レールじゃない、坂道路だね、坂道路でございます。これが各位っていうか2本、はい。で、あとは、まあ、これ何、直線レールが8本で、坂直線レールが AB 各4本ずつですね。あとはもう水色の橋脚、そして水色の、ミニ橋脚で、あとはこの大撤去です。大撤去、ほら素晴らしい、かっこいい。ちょっと取れないんだけど、はい、こちらが大鉄橋になります。いやー、かっこいいね。じゃあちょっともうすぐにレイアウト組んでみましょう。はい、ということでね、完成しました。これがね、レイアウトの基本セットになります。ちなみにプラキッズさんは別売り。なんかね、この溝ってプラキッズに合うようになってるらしくて、僕が最近初めて知ったんだよね。ということでね、まあこれはいいとして、車両をね、走らせてみたいと思います。はい、いかがでしたか、走行動画。ちょっとね、やっぱレイアウトが基本のやつだとちょっとつまんないというか迫力に欠けるんで、今からね、ちょっと応用的なレイアウトを作ってみたいと思います。はい、ということでね、これが応用編のレイアウトになります。まあ、珍しくね、立体にしてみました。まあ、こういう感じだよね。上から見ると結構複雑いくよ。ほい、こういう風になってます。分かる人は分かるし、分かんない人は分かんないかもしれないけども、まあ、このようなレイアウトになると、だいぶ瀬戸大橋も結構こう、なんていうの、重量感が出るというか、レイアウトに重みが出ると思います。ちなみにね、プラロードだけはね、ちょっと外すっていうか角っこになっちゃったけど、まあいいかなと。はい、でこんな感じですね。一応ね、上1本、2段目に1本、下は長いレイアウトなんで、まあ、3編成走らせることができます。じゃあね、ちょっと最後にちょっとだけ走らせてみましょう。
はい、ということでですね、プラロード大鉄橋というね、こちらのセットの紹介動画でございました。はい、ちょっとレイアウトこういう風になっております。まあ珍しくね、平面じゃなくて上に持ち上げる立体のレイアウトに挑戦してみました。はい、こんな感じでね、まあ、僕もたまにはね、こうやって橋脚を出してね、レイアウトを作ってみたくなるんですが、まあいかがでしたかということでね、今回プラロード大鉄橋の紹介レビューということでした。廃盤になってしまったのが非常に残念ですが、まあそのうち中古店でね、何個か見つけてどんどんつなげていきたいと思います。ということで今回はこれで以上でございます。はい、こちらレイアウトです。サビのあたりで気づいたぶりしては来